棚原亮は、沖縄県浦添市出身のハンドボール選手。日本ハンドボールリーグの琉球コラソン所属。東山小学校、浦西中学校、高南高等学校、日本体育大学卒。小学校、中学校時代にはそれぞれ全国優勝を経験。港南高校時代は東、長浜秀樹ともに、チームのエースとして活躍し、3年時には、高校選抜。 高校総体、国体の三冠を達成している。日本体育大学でも全国優勝し、小、中、高、大すべてで全国優勝した。2010年に大道徳志校に入団。2013年11月13日に退団した。2013年11月21日に琉球コラソンへ加入。2015から16シーズンには得点王、最優秀選手。 ベスト7を含む個人五冠を達成。2016年には海外挑戦のため退団し、数カ国のトライアウトに参加するも、ビザの問題等で契約できず帰国。2017年10月11日に古巣の琉球コラソンへ復帰することが発表された。2018年9月に海外挑戦のため退団。同年はポルトガルのスポルティングクルーベダ・ホルタでプレーした。 2019年4月に琉球コラソンへ復帰。日本ハンドボールリーグ日本ハンドボールリーグ。ありがとうございます。